これは特別な冷蔵庫なんです。あっちへ行って、ダイエット中でしょ。ふいいスタイルでしょ。あれ、ちょっと待って、何これ。うわー、太っちゃった。また1キロ増えたみたい。あー、ぽっちゃりしてきちゃった。落ち着いて、ダイエットを始めましょう。これを食べたらダイエットを始めようっと。あれ、なんか多くない？私いつもこんなに食べてたかしら。そんな時のライフハック、大きなお皿に入れれば同じ量も半分に見えるでしょ。ほら、全然食べてないの。見て、このセルライトひどくない？どうしよう。ネットで見つけたライフハックがあるよ。サランラップで巻けば細くなるって。もっとラップを持ってきて、全身をぐるぐる巻いて。これでどう？ダメダメ、もっともっと。これなら大丈夫。はっさりしたでしょ。え、食べに行くの？私も連れてって。夜中に食べているのは誰でしょう。頑張って、ドーナツのためでしょう。あと3回。ダイエット中の友達への過酷なお誘いです。カフェに一緒に行きましょう。あー、いい匂い。炭水化物食べたいよ。ひどいよ、ダイエットしたことないんでしょう。もうやめて。私がダイエットしてるなら一緒にすること。みんなで同じことしましょう。グルテンをやめてブロッコリーを食べよう。クッキーどこ行っちゃった？最高の飲み物はお水です。あれ、お茶は？彼女はみんなの食生活をコントロールしてたんですね。見て、何あれ。はい、アボカド。新しいベストフレンドです。ふう、ここなら見つからないはず。アイスクリームって罪よね。でもキュウリなら大丈夫。ヨーグルト？いいね。やっと協力してくれるのね。あー、危なかった。ソーセージがうまく隠せてよかった。お願いだから、その音を聞かせないで。それポテトチップス？裏切ったな、私にちょうだい。ねえ、急げる？長くなりそう？え？二人ともそこにいるの？ちょっと食べてるの？ピザの匂いじゃない。
こちらダイエットポリスです。開けなさい。運動するにはモチベーションが大切です。ドーナツ欲しいでしょ。頑張って、あと1キロできる、できる。さあドーナツ行こう。たくさんヘルシーフードを買っちゃった。どれどれ、葉っぱちゃん、レタス、セロリ、これもヘルシーフード、ルッコラ、ブロッコリー、芽キャベツ。ああ、野菜嫌いなのにケーキが食べたいよ。ああ、お腹すいた。なんだろう、パン粉？うわー、まずい。植物ダイエット？あー、プラスチックだった。あー、やったー、奇跡よ。ナッツが出てきた。やったー、ちょっと、どうしたの？助けて！早く！手錠をかけて！そうすれば逃げられないし、泣いても無視していいから。え？まだ6時前？それならチョコレートちょうだい。ダメ、6時以降は食べちゃダメでしょ。やだ、食べたいよ。お願い、食べさせて。私の好きな XS、 すぐそのサイズになるから。世界中のカロリーにかけて誓います。夢の実現までもう少し、もう少し、やればできる。ドーナツよりお水の方がいいですよ。本当に。バランスが大切です。ヘルシーに食べて、ヘルシーに生活する。それに運動、休みはなし。うん、よく頑張ってる。人生の中で一番長い3日間でした。やっと戻った、やったー。いかがでしたか？みんなはどうやってヘルシーな生活をしていますか？運動？野菜を食べる？それとも友達に助けてもらう？いいねボタンを押してチャンネル登録をしてくださいね。夫婦の新着ビデオをお見逃しなく。